ちょっと とってもグッとくることがあったんで、報告がてら動画を回してみようと思いました。とりあえずね、アメリカ人やったっけ、マジで。飯もね、こんな風に作って、コーヒーも沸かして、で、椅子をこんなに汚して、とりあえず何があったかっていうと、まあ火をこうやって、まあやってたわけなんだけど、まあ薪を割るのが大変で大変で、まあヒーヒー言いながら薪を割ってたわけです。そしたらなんか一人の外国人の方がなんか手伝うかいみたいなこと言ってくれて、でも俺はノープロブレム、大丈夫だよっつって言ったんだけど、ちょうどこっちで薪割りでヒーヒーしてる時に、やっぱりね、地元の人たちっていうのはしっかりと薪を割る道具も持ってるから、パン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 割るんだよね。で、いろいろ準備してて、まあ、やっと火がちょっと落ち着いてきたかなっていう頃に、何にも言わないで無言で薪を持ってきてくれたんだよね。いやー、旅っていうのが何なのかどうかっていうのは俺にはまだ分かんないけど、いやー、正直ね、ちょっと感動したね。別に、なんていうのかな、キャンプ場でなんか薪割りでヒーヒーしてる外国人がいたら、まあ助けてあげるのが当然なのかもしんないけど、でもね、ちょっとね、嬉しかったね、マジで。ご飯も作ったんだけどさ、こんな風にドリーバーデンとじゃがいも、卵と、玉ねぎのやつはもう食っちゃったからないんだけど、いやー、このなんつうのかな、薪のこの煙とその感動とで、マジでちょっと一瞬泣きそうになりました。いやー、なんというかね、なんか俺は別なんつうか、ここまで一人で来たことがなんというか、すごいというか、そういう自負心を持って、なんというか、どっかで俺はすげえだろうみたいな自慢するような気持ちもあって、まあお前らと俺は違うんだみたいな、そんな気持ちもすごく強くあったんだけど、もうなんかなんていうのかな、その気持ちがまあなくなったって言ったら、まあそれは嘘になっちゃうからそんなことはないんだけど、
いやー、なんていうの、なんて言ったらいいか、なんていうのかな、その薪の持ってき方がさ、こっちはもうもちろんセンキューベリーマッチって言うんだけどさ、言葉数がなんていうかね、少なくてね、You are welcome ぐらいしか言わないんだよね。それがさ、なんつうか逆にさ、なんか嬉しかったよね。なんつうのかな、こうこっちはどこかでこう気を張ってるわけなんだよね、いつも。でもなんつうかね、そういう気持ちを知ってか知らずか、なんていうのかな、どっかこうね、おせっかいじゃなく、ただ無言でこの薪を持ってきてくれたっていうこの行動とそのやり方、ちょっとね感動した、マジで。本当このなんていうのかな、ありがたい嬉しいことに関し対してなんていうか、俺というかお返しにできることが何にもなくて、それがちょっともどかしい気持ちではあるんだけど、でもね、いやーマジで飯が喉を通らないですね、ちょっとね嬉しかった。ちょ、なんつうか魚、今日はニジマスも釣れたし、まあ自分の考えた道具で、まあ、それに魚がかかってくれたっていうのもすごく嬉しいんだけど、人の行動っていうのをなんていうか、あのね、本当に何にも言わずに薪だけを持ってきてくれるっていう、あのなんていうかな、その気持ちだよね、こっちを思いやる親切っていうか、おせっかいじゃなくてもうたった一言 You are welcome だけっていう、このいやー本当にこういう気持ちになるとはちょっと思ってなかったかな。本当になんつうかありがてえよね。こっちはもうね、日本から一人で来て俺すげえだろみたいなことしか思ってないような、まあ、ちっちゃい人間なのに、そんなことはさ、お構いなしにさ、そういう形で親切をしてくれたっていうのは、いやー本当に嬉しい。もちろんね、こうやってご飯作ったからにはしっかり残さず食べるけど、いやーでもありがたいです、本当に。まあこんなね、俺の独り言動画も出したところで、はあ、どうというわけでもないんだけど、あ、とりあえずこれは今水沸かし、お湯沸かしてます。井戸水を沸かして飲料水に変えてます。まあでも本当に、はあ、ありがてえ、ただそれだけ。なんか男の子は旅に出ろみたいな、そんなことを誰かが言ってた気がするけど、なんかそのかけらというか、お湯が出てきたね、なんかその片鱗というか、そういったものが
少しだけ俺にも見えたような気がした。7月、今日は2日 ?3 日になったかな、でした。いやー、かっこいいとかじゃなくて、いやー、なんつうんだろうね、まあそういうことです。では終わりにします。